さあ始まりました「将棋場チャンネル」ということで今回見ていくのはこちら大井お茶スポンサーになりましたねはいの大井戦ですね挑戦者を決める決定リーグとなっておりますさあ藤井大井に挑戦するのは誰になるのかというところで今回先手池永四段対後手羽生九段ということで早速見ていきたいと思います。は矢倉模様とということでね いやーこれはちょっと楽しみですよ羽生さんが今のところ1勝、まあ、としていますのでこれまあ池永これこれ天使って書いて高橋四段なんですよね池永四段ということでまだ若いんですけどもこのね勝ち抜いて決定リーグの方に食い込んでくるというねこの勢いのある若手が羽生さんがどのように対局していくのかというところでねなかなかこれは楽しみですよさあ早速見ていきましょうさあ これは先手の池永四段がほぼ矢倉ですかねね誘導ししていきましたねさあこの辺はまあ駒組みお互い櫓模様で踏んでいくということでまあ急戦調になるのか持久戦調なのかというところがちょっと一つワンポイントにはなってきますね。さあ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 角を引いてとこの辺の駒組みはいろいろあるんですけど角道を止めた 何回で先手としてはちょっと早やぐらっぽいこれは <laughs> なるほど囲いをちょっと急いできてさあがっぷり組むのかさあ早囲いさあこの瞬間に6四角とねこの角の道が止まった瞬間にねここの6四角と出て覗き込んでくるということでねこの時であればどうやって防ぐのかっていうことを限定させるんですけども先手は3七桂馬とね 競馬の方で防いできましたねさあさあさあ一つ端で様子を見ていくさあ下先を伸ばして王様を囲いにしまっていくということでねさあ棒銀なのか銀を繰り出すとこれはどうすんだお出た最新系の土井櫓ねバランス重視のもうこれ、まあ、古いんですけども <laughs> またねソフトの将棋が流行ってきてバランス重視。 固める矢倉よりもこういうふうに金をね右に、まあ、王様左行ってこう7八金っていうのがよく見る矢倉なんですけどもバランスを取る形の土井矢倉と呼ばれる形で先手はやってきましたねさあ香車を上がって端攻めを狙っていくとまあ矢倉にとっては端攻めはねいつでも弱点にはなり得るんでさあそれに対して銀を繰り出していく羽生九段さあ <laughs> 飛車を寄ってねさ端を狙っていくと いうことで、こっからどうしていくのか。さあ、先に仕掛けたのは、ハブックダンと九号歩と突っ掛けていきます。さあ、ここで一本六号歩とね。この嫌味な角をね、どうするか。まあ、ここにいると、ちょっとね、威張りすぎてるんで、まあ、どっち行くのか。まあ、5このライン、五三四二に引けば、この二段三筋の二段桂馬。二段でるの消えるし、七筋に消えれば、端の二段が消えると。まあ、どっちか行ってくれと。 いうことですねということで7 3に引いてまずはこのラインを生かしましたね3筋さあそこで先手は早速逆に端を仕掛けていくとさあ構わず後手は取り込む9 6ふと端を取り込んで先手もお互い突っ張っていくさあさあさあこれはねまあこれはどうすんのかなと思ったんですけど冷静に受けてきましたね冷静に受けていやこれもう この勢いだと攻め合うのかなと思ったんですけどこれはちょっとさすがに無理攻めなんですよね。これは先に攻めてしまうとまあ同香とされておいてまあこれ例えばね同なりと気持ちよく行きたいんですけどこの王様とこの強者のラインがあるのでこの角がねズバッと出ると王手で取れてしまうとちょっとこれは先手が味がいいので、まあ、ここでね9七はちょっと行けなかったなということで本譜戻りまして。 1,2, と低く受けていきますねさあそれに対して先手も低く受けてお互い端を詰めていくとねお互い主張点は作っていったということで、まあ、この辺はまだまだほぼ互角の戦いでどのようになっていくのかというね楽しみではあります。さあさあさあここで銀がねなんと9 5に出てくると、ね、積極的ですね羽生九段は後手番ながらも、まあ、囲いはそこそこにして積極的に攻めていく、まあ、早囲いと、まあ、このバランスのいい 囲い,いとね端はちょっと薄いじゃないですかなのでこの相手の弱点を攻めていくということですね端からまあ、8筋9筋からということでまあ、それに対して格をね上がって数を足して受けていくことですねまあ、ここであの格を上がらないとシンプル8六歩から銀交換された後にここ27銀って打たれるんでね 2七銀と打たれてしまうと,ちょっと角の睨みも相まってちょっと苦しくなりますよね。よく矢倉戦で8攻めに対してここに銀打つというのはよくあるんですけども、まあ、この辺はこういう攻め筋として覚えておくといいと思います。さあそれをケアして6八角とね、まあ、この8六の地点の数を足していくということでさあさあさあ後手の羽生さんが積極的に攻勢攻めの姿勢を見せていってね まあ手番ながら手を作っていこうということで一歩を手にして角交換でまたいい位置にね角を持ってきくるということでさあそれはねやっぱり許せないというね角はどっか行ってくれとまあ威張っていると困るので叩いてやはり7三の方に追いやってきてからさあ端は諦めて一発2八飛車とね今度はここに体勢を整えていきましたねさあそれに備えて4二金と一発寄ってね王様を固めていくとなかなかこのねじわじわとね お互いどこを、まあ、端の主張点は取ってるけども、まあ、どこでねポイントを広げていきたいかというところで、まあ、先手は4六歩とね、まあ、4筋の歩を突いて戦いが、まあ、起こせる4五歩とね、まあ、すぐ行くのはねこの角がにらんでるのでこの桂馬が使えないんですけどもねまあ一回飛車を2九飛車と引いてからおそらく攻めていくのかなというのが予想されます。さあそれに対して5五歩とねさらに歩の交換をしていく。 さあそれで2九飛車と先ほど言ったね競馬を動かせるように角のラインから飛車を下げていくということですね。この辺はねもう本当にグラの見応えのある盤面全体を使ってね本当に神経を使って全部の駒をフル活用させていくっていうねこのグラ戦の醍醐味ですね。さあ5六と取り込んでいくまあ同金と取っておいてそこで8六とね まあ先手の金がちょっとそっぽいった瞬間ですねこの瞬間に8六歩と後、まあ、手番は仕掛けていきましたねさあ同歩とそれに対して次歩で来ましたねさあ次歩ということはこれ桂馬ですね同歩に9三桂馬と跳ねていきますねこれはまあラとか角代わりでよく出てくる、まあ、突き捨てからの次歩の桂跳ねですね。これはなかなかか 難しいですよこれはさあどのように攻めていくのかというところなんですがこれはねふわっとね6四歩とねいなしに来ましたねこれは同角と取らせてこの金が上ずったのを利用して抑え込みに行くという狙いを秘めておりますさあそれに対して構わず8五桂馬とね、まあ、これほっとくとね時になるんで、ね、取るかなと思ったんですけどね、まあ、6五金と出るのを嫌がった可能性はありますねさあ強くあちょっと並びましょうかね、まあ、これ例えばまあ同角 だと6五金とね模様この上ずった金をこう模様よくね出されてしまうのでこれはちょっと嫌がったということが考えられるのでなんとと金は構わずねここで本譜は8五桂馬とねハーブ九段積極的ですよね攻めていきますさあ作ってこいと言われたと金さあ早速作っていくこれはさすがにどうなんだと思うんですけどもまあ桂馬をなってねまあ桂馬をさばけて守りの銀を剥がせますとどう書くとね 取ってておいてといとうことでまあ場合によってはねこの角が解ければ5五角が飛車にみにもなるということでこれはなかなか面白い攻めになりますね。さあここで端の銀がね遊んでるままじゃ勝てないので一発8六銀とね出てくるんですけれどもまあここで7三とと角を取ってきますが、まあ、ここは一発大手を入れてきましたね、まあ、角の取り合いはまあどうなのかというところで。 まあ、それに対して大手を逃げると、六七玉と逃げるんですが、時間差でね、ここで角を取っていきましたね。まあ、ここで同玉と、これギリギリぎりぎりですね。まあ、同桂だと、まあ、こう下段飛車があるんですけども。これだとね、飛車が鳴ってしまうんですよね。ここに飛車が鳴れて、まあ、うん、まあ、八八でいいですかね。なって、これは飛車鳴り入ってしまうと、ちょっとこれは先手苦しいので。これは同玉と本譜取ってね。 王様の顔面受けで桂馬はこの下段の2級飛車が守ってるんでこれで飛車はすぐなれませんよということなんですけどもまあここで羽生九段は8 8銀と打っておいて追撃してきますねさあ王様を引いてギリギリで粘っていくんですがさらに桂馬を取ってね攻めていくさあこれを同飛車と取って同飛車と行くのかなと思ったんですがここで桂馬のギ打ですねただなんですけども。 まあほっとくとまあ大手金取りなんでね、まあ、逃げるては考えにくいのでどう金と取るんですけどもここで金を寄せたことによって飛車交換なんですね、まあ、飛車交換してからのここ大手金取りで、まあ、このね桂馬のギ牲の効果でこの金がね寄ったので大手金取りというところでねこの効果が出してくるんですねさあ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 羽生九段がね 技を使って頑張っていくんですけれどもやはり駒損なんですよね現時点で桂、まあ、馬をなので駒得してる桂、まあ、馬を打ってねまあ守っていって金は取り返すんですけれどもまあまあまあ後手の主張としては守りの硬さがあるよということなんですが先手としてはねまあちょっと金銀遊んではいますけども駒得をちょっとしてる桂、まあ、馬得ですかねしているので、まあ、ゆっくりした旋回になればいいかなというところなんですが。 まずはね一つ攻防に行かせて大手しながら自陣にも飛車を利かせると攻防の大手をしていきますねさあここで手筋中愛飛車を近づけて受けろということですねまあ同飛車と取れば4一金とねできるんですけどもここでねじっと7八銀とね守りを固めていきましたねあさっきのねこれ言葉だけじゃないですねこれまあなっていくとねこう4一金と引いておけばこれで飛車を弾けるんで これで後手番逃げるしかないんですけどまあ逃げたまあ9一1か8一1かまあ逃げたとして時陣に聞かせてね次後手が好きな手させますよということですねなのでその5一1歩は相手せずに本譜はここで7八銀とね自玉を固めていくと一転してここで受けに回るまあ飛車も自陣に利かして銀を打ってねまあ駒得を主張していって長い戦いにしていこうということで先手の主張なんですけどもなので 先手はこうゆっくりさせたい代わりに後手番としては戦力者が戦力の差がちょっと出てきたのでゆっくりしてられないということで8七歩とねまあこうやらしい歩を垂らしていくまあほっといくとね8八金までなので何で取るかというところですけどもこれはねどうしたと引いて手堅くね自陣に竜になって引きつけていくとさあ後手番はねちょっとずつねこうゆっくりされると 戦力駒ンが響いてくるので7五歩とまあちょっとずつ嫌味をつけていってなんとかということですねまあ同歩と取ると竜の横利きが通っていくんで先手はねこれ金を力強くね上が,上がっていきましたねさあそれに対して6四飛車とまあ6の龍か6四龍とね逃げておいてまあと金を動かせないようにしつつなんとかということなんですがここで先手の反撃が来ましたね。自陣がちょっとと安全に金銀と 近寄せて安全になったので、ここで受けずに攻めに一転して回っていきますということで、まあ歩がないのでね。なんとか七六歩と取り込んで、一歩を手にして手を作れるように幅広くするんですけども、ここで五一竜とを手で入ってきますね。ここは駒を押します。四一金打ちとね、弾いていきましたね。まあ、ちょっと戦力はね、守備的にはなるんですけども、ここは危ないと。 思った羽生金を押ししままず投入していきますさあここでね8一でしたね9一竜とね強者を取りながらかと思ったんですがやっぱり自陣に利かせつつという方針でいくのが先手の池永四段の考えでしたね。さあと金を払いつつ歩を手にすると自陣の憂いをなくしつつさあ先手もねこれで銀と8八銀打つとね長い将棋をさせていくということですが、まあ、すぐに先手は迫れないので。 4九角とね打ってまあシンプルに、まあ、ここの金を狙いつつ場合によってはねこうなり返ってこの軽挙、銀を拾っていって戦力をね広げていく手も見せていきますね。さあさあさあここで5七銀とねまあこれ働きちょっと弱かったので王様に近づけて金銀4枚の <laughs> 守,り守りの囲いを作っていきましたね。さあ一発歩を叩いてね。 さあ囲いを乱すのかなと思いきやここはね竜でね手堅くね自陣に引いてガッチガチになりましたねさあここから後手の羽生九段がどうやって手を作っていくのかというのが楽しみですが一発5八歩と垂らしてと金の種を作ってきましたさあそれは許さないとね銀を引きつつ5九歩成を許さないんですけども構わずねここはなっていって囲いをずらしていくとで歩成同銀としてから3八角成とね これでで駒が浮いてるんでね桂馬取った手が銀に当たるし、まあ、ここでなんとかまあ何も駒がないんでね、まあ、この負の垂らした端の拠点と竜しかないので攻め駒がいかんせ後手は足りない先手としてはそれを受け流すのか攻め合うのかどうかということでここで5五くとねまあ働き聞けばいいんですけどもここで飛車を竜を攻めていきましたね。 とまあこれね強者を取れば5九飛車なりと銀取りますよという手なんですけどもここでね6六金と上がってね紐をつけつつ竜の横利きを聞いてなんか味良さそうではあるんですけどもちょっとこの手がねあの評価値を見てもらえば分かるんですけどちょっと変化しましたよね後手よしになりましたよね。 ここでまあちょっと持ち時間がちょっとなかったので焦ってしまったかもしれません。ここで羽生九段9七歩成とここで詰めていた歩を成り捨てていきます。この狙いはもちろん同歩にこの香車を捨てて一歩を手に入れることだったんですね。この香車を犠牲に歩を手に入れてその歩を6五に打つということで、ね、この馬が効いてるので金が下がれば角が浮いてしまうと。かといって金横によっても馬が効いてるこれ厳しいですよね。 この強者を端で強者を犠牲に六五歩を打てるようにしましたねさあさあさあここで母服団がうまく攻めをつないでいくのかどうか相手の隙を逃さないしかしここでね気長余談も四五 k とね不当の K ですね桂馬を桂馬でつなぐということで勝負勝負できますさあそれに対してまあこれ銀と龍の両取りなのでここはねあの五四龍でしたねまあ同歩と 取ると多分この角道が空きながらまあこの同桂をねまた当たってくるのでちょっとそののののの角ががが働くのをちょっっと嫌がったのかなっていうのが推測さされますねさあ本譜戻りまして一つ5四竜と逃げておいてまあここ銀は取られるんですけども同桂と取っておけばまあ4五の地点を利きつつ角もねまあこう角道も通らずね4四歩があるままなのでねそうやって羽生九段はまず桂馬を手に入れて攻めながらということなんですけども。 先手としてはねこの6六の金が今取られそうなのでなんとか手を作っていかないといけないということで5八強者とねなんとかね粘っていくんですけどもまあ悠々ゆうゆうと金を取られておいてですねまあこれで角をなっておけば空相手ねこの竜を狙っていくよということなんですけどもここは竜をじっと冷静に逃げておいてここでね羽生九段がじ,じわ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 と。 優位を拡大していきますちょっと先手は受けすぎたのかどうなのかというところもありますけどもまあここでね、まあ、先手としては手を作る、まあ、5一なりとしておいて、まあ、同金に同馬でね一応駒得はしていってまあ相手の囲いを崩しつつなんですよね、まあ、次に竜入っておけば大、まあ、手のラインにもなるのでなんとかということなんですがそれはさせないと羽生九段8五強車とねズゴーンと打ってくるんですよね。 ここで龍の横利きを通しつつ先手の龍は王様王手させませんよと8五強打ちまあ香には筆ということなんですけども羽生九段の持ち駒には桂馬があるぞということで7五桂馬ですねこの組み合わせで強者と桂馬で王様の玉頭を迫りつつ竜を封じ込めていくということでなんとか5七龍でねなんとか逃げ場をつくりつつ まあ場合によっては緊急手段で4二で食っちゃって飛車ズバンっていく手も見せていくんですけどもここで8六強者と構わずねもう王様を狙いに行きましたね羽生九段まあいろんな手はあったんですけども一つ8七歩と受けていくんですがここで一つ6七歩になるとこの歩の壁がどんどん巻いた種が実ってきましたね。こういう細いいい細をつなげていく まあ仕方なく同桂と取るんですけどもここでさらに7七歩成りということね形を乱すだけ乱しておいてからの8強な成りということねいやこれ参りましたね囲いを上ずらされていがたまったもんじゃないので金を打っていくんですがこっち7 8とこちらの方を取っておいて同金に上からかぶせる8 7銀と。 ということでここでまあ投了です、ね、まあ金なし将棋に受けはなしみたいな格言もあるんですけどもいやーこれはちょっと厳しいですよねまあだからまあ投了図以下8八歩とか受けていくと9八からねじわじわと攻めてこられるし上抑えられてるのでまあ逃げ場がないと、まあ、緊急手段でね金は手に入るんですけれどもまあそれで受けてもって感じですもんね。 まあ龍入って王手したら、まあ、これは弾かれて手番握られるんでこれはちょっと先手としては選べないので、まあ、4二馬と緊急手段で金を手に入れたら自陣に打つしかないんですけどもまあここに打つ用うじゃって感じですもんねうーんまあしょうがないかなって打ったところであこれは積むんですね <laughs> 19手詰みなんですねなるほど普段と積まないけど角が手に入ったことによって9八が積むということですねなので受けがもうちょっと苦しい状態ですね ということで本譜はこの8 7銀と頭を押さえられたところで投了とまあ受けが利かなくなってしまいましたということでこれで勝った羽生九段は2連勝ということで決定リーグ勝ち上がっていきますねちょっと敗れたね池永四段まあちょっと残念ながら2連敗ではあったんですけどもまあまあまあ負けた相手も仕方ないと永瀬永 <laughs> 瀬羽生と当たってるんでねこれはしょうがないかなというところでありますけども 決定リーグに入ったからには、ね、何か爪痕を残していただきたいなと思います。ということで、いやまだまだ楽しみがありますけども、ここまでご視聴ありがとうございました。バイバイ。